言葉で通じるものと通じないもの。脳卒中の後遺症は千差万別なので、その人に通じることと通じないものがある。いくら言葉を砕いて説明しても伝わらないことがある。数は少ないけれど、同じ経験をしていると言葉は少なくても、あうんの呼吸のように伝わることもある。いいかと思って言ったことが、軽く聞き流されて、 次に言う機会が来ても躊躇してしまう。互いの傷を舐め合うことを言って妥協してしまう。後遺症でうまく喋れないので、誤解されても困る。それなら薄っぺらなことだけ言って、なんとなく時間が過ぎていく。あまり熱心になって喋っていられない。コロナ禍の時だけに近づいて話せない。うっかりマスクを押し忘れようものなら、 職員にきつく叱られる。デーでは高齢者が多いので、利用者も職員もピリピリしている。心配なら利用者は休めばいいことになる。休めば心配なことも増える。体力が落ちて免疫力も落ちてしまう。クラスターが発生して多数の死者も出したという施設のニュースも飛び込んでくる。デーに行くのも命がけのものとなる。 家族の反対するのもうなずける。最初のワクチン接種は痛くないと聞くけど、2回目は痛いし、接種後の副反応に苦しんだとも聞く。接種後亡くなった人が100人近くいると聞く。ワクチン接種と死亡が直接関係しているとは因果が明確ではない。だから余計怖い。五輪とコロナを天秤にかけて反対する人が多いらしい。 安全で安心をしてオリンピックができるようにを目指しているようだが、そのエネルギーをコロナに向けたらどうだろう。コロナを封じ込めないだろうか。二等をものは、一等も得ずとなるので鳩寄付する。PCR 検査が陽性になって休んでいる人がいる。また会えるのだろうかと不安になる。立場が逆になっても同じことが言える。誰からの面会もない。 コロナでなくても入院したら、面会はご遠慮くださいと言われる。もう声だけしか確認できない。言語に後遺症があると伝えたいこともうまく伝わらない。通じるものと通じないものが出てくる。心もとない歯がゆさの中で生きている。未来が見えてこない。